国別英語力ランキング、日本はですね去年が55位でした。今年何位になったのか、それに対してじゃあ東京どうだったのかというと、この度始まりましたアマチュアチャンネル。さあ今回はですね国別英語力ランキングという世界ランキングを見ていきたいと思いますね。まあ毎年秋に発表されているんですけども、英語力指数っていうのでランクが付けられてんですね。どんだけ英語ができるかっていうのの、その国別のランキングが今年も発表されましたんで、見ていきたいかなと思いますね。そして都市別の方もね、ついていますので、日本は東京だけかな、書いてあったのは。なんでそちらもちょっと見ていこうかなと思います。まずですね、どこが1位だと思いますか？これちょっとね、トフルの点数ランクの時かなに話したかもしれないんですけど、サブちゃんで。実はですね、こんな感じになってるんですね。まず1位がオランダ。そうなんですよ。意外とね、これ知らない人多いんですけど、シンガポールかなとかっていう人いるんですけど、オランダです。トップはいつも。まあオランダっていうのはね、5歳から英語教育やるんで、そう、義務教育が5歳からなんですよ。で、そこからやって、もう12歳。まあ、いわゆる小学、日本だと小学6年生ですか。そこに行ったらもうほぼ喋れます、英語。ということで、言ってるじゃないですか。大学入試で共通テストとか B2 レベルっていうかいうね、この指標で言われるんですけど、セファールっていうのの、このレベルにまでなるべく達しているようにしましょう。大学生を。オランダの12歳。という実は現実があります。で、2位がね、意外と知らないですね。オーストリア。なんですよ。そう、これもね、意外と知られてないんですけど、オーストラリアじゃないですよ。オーストラリアは母国語ですから入ってませんので、うん。ほぼほぼ日本のサイトとかでも出ない。英語力が高いみたいなのは。英語圏のやつだといっぱい情報はありましたね。ドイツよりもオーストラリアの方ができるってやっぱ書いてあった。で、特にまあ、やっぱ観光スポットになってるようなとことかは、やっぱ相当すごいって出てる。ウィーンとかもね、ヴィエナですけど、英語では。相当すごいっていうのは出てますし。3位がデンマークですね。デンマーク、やっぱり、北欧は強いです。で、4位にシンガポール。そうですね、シンガポール。英語、もう母語になってる人多いですからね。で、5位がノルウェー。やっぱ北欧は強い。なんかやっぱ北欧はね、いろいろやっぱ映画とかも字幕なしで見るって聞いてたし、映画館でね。で、次はベルギー。ベルギー。ヤンチムがいるところじゃないですか。いろんな言語を話す人が多いところで、7位がポルトガル。ポルトガルなんだね。スペインよりもポルトガルなんだ。で、8位がスウェーデンですね。スウェーデン、やっぱりまあ北欧は強い。で、9位フィンランドでしょ。10番がクロアチアなんですね。クロアチアですか。意外と思って。まあ11位がドイツで、12位南アフリカ。まあ南アフリカはね、当然ね。で、13位ルクセンブルク。っていう感じで、これらが非常に高いっていうレベルに入っています、この13カ国がですね。じゃあ日本どうなってんのっていうわけなんですが、日本はですね、去年が55位でした。今年何位になったのか。78位。低いっていう部類に入っております。ガーンって感じだよね。マジみたいなね。大幅ダウンじゃんって言うんですけど、まあこれは大幅ダウンした理由としては、まあ、このランキングって2011年からやってるんですけど、まあ調査する国も増えてるからっていうのもあるんじゃないかとは言われてますね。今112カ国なんですね、調べてるのが。まあそれにしてもね、ちょっと悲しいよね。低いに入っちゃってるっていうのがね。で、まあ高いところだってセルビア、ルーマニア、ポーランド、ハンガリー、フィリピン、ギリシャ、スロバキア、ケニア、エストニア、ブルガリア、リトアニア、スイス、ラトビア、チェコ、マレーシア、アジア入りましたね、マレーシア。まあマレーシアもシンガポールのお隣で、教育で選べるんですよね。マレー語、中国語、英語、英語で教育受けてるっていう人も結構いたんでね。まあマレーシアは当然高くてますね。ナイジェリア、アルゼンチン、フランス。おフランスね、なんかよく英語は使わないんだとかってね、未だに嘘がよく教えられてますけど、フランス人そんなことないですからね。高いと出たのはシンガポールとマレーシアのみか、アジアは。で、標準的ってなってるのは香港。特別行政区ってなってるのか。そうね、香港も別に公用語的に使ってる人たちはいますけど、全員ができるわけじゃないですからね。で、スペイン、レバノン、イタリア、モルドバ、37、韓国。高いね。まあ、高いねって言っても標準的にはなってますけど。まあ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 、教育熱は強いからね、韓国は。あと、留学してる人の割合も高いね。ちょっとコロナ禍で低くなってると思いますけど。やっぱ、留学してた時も、なんかあったら、助けてもらえたもん。絶対なんか若い人たちがいるところで、Do you speak English? とかね、Help! とかって言えば絶対大丈夫。絶対英語喋ってくれるもん、誰かが。で、ベラルーシ、アルバニア、ウクライナ、ボリビア、ガーナ、キューバ。コスタリカ、ドミニカ、パラグアイ、チリ、インド、中国は49位か。遠いね。日本まだまだ。で、ジョージア、ジョージアか。ロシア、チュニジア、ウルグアイ、エルサルバトル、ホンジュラス。へぇー。
ペルー、マカオ、あ、マカオね、はいはい、イラン、あららら、イランよりも低いのか。で、こっからが低いっていうレベルか。アルメニア、ブラジル、グアテマラ、ネパール、エチオピア、パキスタン、バングラデシュ、ベトナム、タンザニア、モザンビーク、アラブ、トルコ、モロッコ、あ、トルコもね、私たちのような語順の言語ですからね、トルコ語も。モロッコ、バーレーン、パナマ、ベネズエラ、アルジェリア、ニカラグア、マダガスカルの後に、日本、カタール、インドネシア、おー、コロンビア、スリランカ、モンゴル、クウェート、エジプト、アゼルバイジャン。そうか、ベトナムにも負けちゃうんだね。うん。で、アフガニスタン、ウズベキスタン、シリア、エクアドル、ヨルダン、メキシコ、お、メキシコそうなんだね。意外、アメリカに近いけど、やっぱり、いらない人はいらないもんね。ミャンマー、ここにミャンマー、アンゴラ、カメルーン、カザフスタン、カンボジア、スーダン、コートジボワール、タイ、あ、ここに、100人タイ、キルギス、オマーン、タジキスタン、サウジアラビア、ハイチ、ハイチさん、ソマリア、イラク、リビア、ルワンダ、コンゴ、南スーダン、イエメン。へえ、こんな感じになってるんですね。面白い。で、東京見るとですね、よかった。都市のやつで見ると、そうそう、まあ、これポイント制なんですけどね。まあ、1位はアムステルダムですね。アムステルダムやっぱりオランダから来てるんですけど、コペンハーゲンとかね、ヘルシンキとか、ビエナっていうのがウィーンのことですね。ストックホルムとかポルトね。ヨハネスバーグとか、やっぱさっき上の方にいたところだよね。バーリンとかね、ベルリンとかもそうですし、ハンバーグ、ドイツ、2つ並んでる。あってね、チューリヒ、ああ、チューリヒは高く出てますね。スイスの。ナイロビとかもやっぱ高いね。それに対して、じゃあ、東京、どうだったのかっていうと、東京が、モデレットのところにね、モデレットプロフィシエンシー、だから、普通のところにいますね。何位なんだ、じゃあこれ。東京が65位、数え間違ってなければ。ということで、あ、結構上の方にいるんだな、っていうので。で、ただ、ソウルが高いにいるんだね。34位にいるよ、ソウルは。へえ、ミランと同じだ、ポイント的に。全然知らなかったわ。あ、結構スペインの都市も高いとこにいるね、この辺。マドリッドとかバルセロナとか。で、東京はハノイに負けてますね、やっぱりね。香港よりもハノイとかソウルの方が上なんだね。それも意外だった。あ、ベイジン。ベイジン、あ、そうなんだ。意外だね。高いイメージだけどな、やっぱ。上海は教育すごいイメージだけど、まあ塾とかね禁止してこれから下がっていくのかわからないけど、台北が521、台北にも負けてるんですね、やっぱ。で、東京、シャンジャン新線ですね、あの香港の横の中国本土のとこですね。僕が短期留学してたとこです。チュニスとか、あ、そうなんだ、こんな感じになってるんだ。ジャカルタとかある。そうだったか、残念ですね。まあもうちょっとね、高い買ったら嬉しいんですけどね。調査開始して2011年から10年間で初めて下位3分の1のグループ日本は入ったそうです。いやー残念。まあもちろんね、やっぱりヨーロッパの国が多いんで高い方は、それはやっぱね、言語のね差があるから、遠さ近さっていうのを考えればね、そりゃあなたたちに有利でしょうっていうのはあるんだけど、それでもやっぱりね、早期英語教育やってるかどうかっていうのもね差に出てますし、オランダ、オーストリア、ドイツっていう、まあゲルマン系がやっぱ高いんじゃないのとかもあるんだけど、元の英語っていうものの成り立ちを考えればみたいなのはあるかもしれないですし、まあラテン語だってね、英語の多くの単語がそこから来てるわけですし、とかっていうのもあるかもしれないんですけど、それでもやっぱね、ソウルが高かったりとかさ、教育っていうのはね、その言語の遠さの壁を越えるっていう部分もちょっとあるのかなっていうのは思いますよね。ただやっぱ早期英語教育してて、やっぱさ、関係ないからね、あんまりね、言語が違いすぎていたって、そのちっちゃい子には関係ないからね、吸収できちゃうんで、まあまあまあ、大人はやっぱね、無理だもんね。大人になってから習得するにはね、やっぱ言語が遠いと不利っていうのはあるので、まあ一概にこのランキングを見て、こうだ、ああだ、とはバシッとね、言えないけど、やっぱ言語の近さ、そして早期英語教育っていうね、いつからやるかっていうのは、まあ差になるよねっていう感じだと思います。はい。ぜひ皆さんどう思ったかですね、コメント欄でお聞かせください。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching。今、僕が首席講師を務めます、ベーシス公式 LINE に登録してくださった方全員に、偏差値30から60まで上がる勉強法ノウハウ集をプレゼントします。TOEIC で言うと800点まで、英検で言うと準1級までをカバーする内容になっていますので、ぜひこの機会にゲットしてください。また、個別メッセージをいただけますと、僕や他のベーシス講師からアドバイスももらえます。ぜひこの機会に概要欄のリンクから QR コードを出していただいて、登録よろしくお願いします。